こんにちは。私はライフサイエンスチームの鈴木智子です。今日はライフサイエンス分野で使っている実験室について紹介したいと思います。宇宙開発は地球を飛び出して今月や火星に向かって進んでいます。ですが、こういった宇宙環境が生物にとってどのような影響があるのか未だに分かっていません。特に重力、私たちは重力の影響を多分に受けて生活していますが、地球上には重力を軽くした環境を模擬する研究室を用意することはできません。また宇宙に降り注ぐ宇宙放射線、こちらは通常地球上では磁場や大気の影響で地表に降り注ぐことがないので、こういった宇宙放射線の影響も生物には分かっていません。そこで国際宇宙ステーション ISS を利用することで、これらの影響を調べるための地球ではできない実験をすることができます。これまで国際宇宙ステーションの日本実験棟希望においては、さまざまなライフサイエンスに関連した実験の中でもバイオ細胞を用いた宇宙環境の影響を評価する実験がいくつも行われてきました。地上の研究室では培養細胞はディッシュの上で培養する方法が通常ですが、宇宙は微小重力環境であるため通常の方法では培養ができません。 JAXA では微小重力での培養細胞が扱えるようにクローズド型の培養容器を開発し、培養溶液の交換などもピペットを用いずに行えるように工夫をした特殊な液交換器具を使っています。それでは微小重力環境下でも使える液体培養をできる装置について紹介したいと思います。こちらは二次元培養が可能な培養容器になるんですけれども、その他にも細胞実験では ES 細胞や iPS 細胞のような幹細胞を用いた再生医療の研究開発が盛んに行われています。特に臓器の再生という点においては、臓器がその機能を発揮するために立体的に成長していく必要がありますが、地上においては重力があるため臓器の元となる細胞は二次元に展開してしまいます。宇宙では微小重力環境であるため細胞が三次元的に展開することが可能であるため、移植医療に必要とされる立体的かつ機能的な臓器の元となる臓器原器の創出に有利であると期待されています。そこで我々はこの容器とは違う立体培養に特化した容器も開発しています。こちらが培養容器をしまうケージです。ケージはホルダーにセットをして、こちらの黒い箱 MEU にしまいます。液交換をするときはこちらにセットをして、自動送液装置によって液交換を行います。希望利用センターの東です。私からはライブイメージングシステムコズミックについて紹介をさせていただきます。近年のライフサイエンス研究では、遺伝子の発現変化のような分子レベルでの影響評価に加えて、細胞にどのような現象が起こっているかを実際に観察することが必要となってきます。JAXA が開発したライブイメージングシステムコズミックは、希望船内に新たに設置されたレーザー鏡焦点顕微鏡です。コズミックを用いることで、微小重力環境で起こっている細胞内の挙動について、生きたままその場で観察をすることが可能です。コズミックは従来の軌道上顕微鏡にある明視野や落射傾向観察の機能に加えて、鏡焦点顕微鏡の機能を備えています。鏡焦点顕微鏡は、蛍光染色した資料の断層像を観察できる特殊な顕微鏡で、厚みを持った資料の立体的な構造を観察できます。コズミックは生きている細胞の観察に定評のある二ポーディスク方式の鏡焦点顕微鏡技術を搭載しています。この方式は多数のレーザーを資料に同時に操作するため高速に撮影でき、また細胞に対する光毒性が低いため生きている細胞を長時間観察できるという特徴があります。また鏡焦点スキャナーに内蔵されたスプリットビュー光学系により、波長の異なる2つの蛍光を1台のカメラで同時に撮影でき、高速現象の二色同時観察やフレットと呼ばれる現象を利用した高度な実験にも対応できます。コズミックは顕微鏡のオートフォーカス機能により、長時間の観察でもフォーカスがずれることなく観察できます。さらに、加温チャンバーシステムと組み合わせて使用することで、
飼料培養に適した温度環境を保ちながら長時間の観察を安定して行えます。コズミックは再生医療のための培養技術の確立など今後多くの実験で利用されることが期待されています。 JAXA の培養実験設備のご紹介はいかがでしたでしょうか。今日の紹介で皆様のご理解が深まれば幸いです。